ピーター・フランクルは、ハンガリー出身の数学者、大道芸人、タレント。本名は、フランクル・ペーテル。日本名は、フランヘータ。国籍は、ハンガリーと、フランス。ユダヤ系ハンガリー人である。ハンガリー科学アカデミー国外会員。ホリープロ所属。算数オリンピック委員会選無理事、国際数学オリンピック、日本チームコーチ。 東京大学非常勤講師、フランス国立科学研究センター教授、日本ジャグリング協会名誉理事、元は瀬田大学理工学部客員教授、ハンガリーの諸文字研科ポシュバール生まれ、自身が語るところによれば、18世紀にモラビアからハンガリーに移住して同化した家系だという。当時の歴史的には、ラビなどがモラビアからハンガリーに移住するということは、よくあった。 この時代のハンガリーとオーストリアでは、マリア・テレジアがバナートへのドイツ人の植民を指導したり、ヨーゼフ2世がユダヤ人のドイツ人との同権化への成功などの出来事が起きている。両親はナツスの強制収容所体験者で、医師であった父、ヨーゼフは、ホロコースト体験後に無神論者となり、母、ジュジャンナも同化ユダヤ人の意識が強いが、ピーター自身は、 ユダヤ人意識が非常に強い。そのため、第二次世界大戦で、ハンガリーに侵攻してきたソ連軍を多くのハンガリー国民が占領者と捉える中、フランクル自身は、ユダヤ人にとってソ連は、解放者であったとしている。また、無神論の思想は、両親から引き継いでおり、宗教的に物事を捉える人に対しては、批判的である。 幼少の頃から数学に親しんでおり、ハンガリーのブダペストの国立エトベシュ・ロランド大学理学部で数学の博士号を取得し、数学に関して多くの優れた業績を挙げた。エルデーシュ・パールとの協調論文が6篇ある、エルデッシュ数1の所有者である。数学の博士号を取得後、多くの研究者がしていたように、兵役免除が認められるように様々な努力をした。 ものの、結局、25歳の時に6ヶ月間、ハンガリー軍に徴兵された。その経験から、兵役に関して、毎日、穴ばかり掘らされていたなどと語るとともに、徴兵制に対する嫌悪感を表明しており、著書において、市民全体で国防のリスクを引き受けるべきで、一部の、男性にだけ兵役を押し付けるのではなく、 核武装して、市民社会全体でリスクを引き受ける方が、民主的であると一部の男性にだけ、国防の義務を押し付ける、徴兵制を批判しつつ、市民全体で、国防リスクを背負う、核武装を民主的であると肯定的に評価する、発言も行っている。なお、日本国憲法では、兵役の義務はないが、日本社会が遅刻に厳しい点。 新卒で就職した企業に嫌でもしがみつくしかない終身雇用の負の側面に関連して実際日本人男性は一生涯軍隊に入っているようなものではないのかと日本社会のあり方を批判している。また一方で2012年2月に開催された東京都の教育再生東京円卓会議においてはだらしない人が多くてそういう人をなんとか 形にするためには、兵器は役に立っている。韓国の男性もそれによってかなりしっかりしている人が多いなどと韓国の兵器を例に出した上で、徴兵制に対して部分的に肯定する発言も行っている。前述の通り、父親がユダヤ人として迫害を受け、全財産を没収されるなどの経験をしたため、彼の父親はピーターに、人間の財産は、 頭と心の中にあるものだけと常に語り聞かせた。こうした父親の影響からか、ピーター自身も、日本人は若い時に、アルバイトや部活に時間を割きすぎ、もっと勉強して自分に価値をつけるべき。その方が、将来もっといい条件で働けて、得られるものも多くなるといった意見を、彼の著書に適載している。このような価値観から、 学力が低いことを恥と感じていない、いわゆる、おバカタレントがもてはやされている2010年代半ばの、テレビ業界の現状に関しては、否定的な見解を示している。20年以上、ホリプロスポーツ文化部に所属している。1981年6月から1990年9月に、かけて、秋山一志と、孔子ともに親密な交友関係を持ち続けていたが、 その後秋山から事実上決別されてしまったという。しかし、2014年1月26日国技館で行われた大相撲初場所千秋楽で仲良く、秋山ひとしと観戦する姿が NHK テレビに映った。通常日本における活動の名義はカタカナ表記のピーター・フランクルだが、大道芸人としては上記の漢字表記の名前を使っている。 これは、来日直後に、日本の書道家に、漢字でフ、ふ、乱急流平太と書いてもらったものを気に入り、それを略したものである。また、それ以前にも中国人数学者に、ホーマスノリという当て字を考案してもらったことがある。母語のハンガリー語のほか、ドイツ語、ロシア語、スウェーデン語、フランス語、スペイン語、ポーランド語、英語、日本語、中国語、韓国語、タイ語の、 計12個と語を大学で講義ができるレベルまで使いこなすことができ、加えてインドネシア語とチェコ語でも日常会話が可能である。数学関係のみならず、日本文化や教育、旅行、外国語習得術に関する著書を多く執筆している。ただ、必ずしもネイティブな発音で話せるわけではなく、それが原因で苦労したこともあるという。本人曰く、英語は、 小説や戯曲を読むなどして、時間を投入したので自信はあるが、ネイティブな発音でないため、母語として話す人からはあまり相手にされないとのことで、ある。日本語についても、特有の名りはあるが、勉強して一番得したとのことである。反対に、スウェーデン語については、使用機会が少ないことに加え、得られたものが少なかったことから、一番勉強しなくても、 良かった言語と述べている。2010年にはフランス語の能力が変われ、大河ドラマの、龍馬伝に出演している。1973年に、数学者で、アメリカ数学会会長なども務めたロナルド・グラハムと、出会ったことをきっかけにジャグリングを始める。グラハムはアクロバットが得意で、ピーターが初めて出会った時も、逆立ちのまま挨拶し、 直接ジャグリングの手ほどきもしてくれた。感激したピーターは自分もこんな面白い数学者になりたいと思い、ジャグリングの練習を続けた。1978年にはハンガリーサーカス学校で舞台芸人の国家資格を取得し、大道芸人として技を披露している。日本ジャグリング協会の名誉理事も務める。上したように主に NHK の番組に多く、 出演している。アメリカンマセマティカルソサエティーマスシネットビブリオグラフィックデータピーター・フランクル世界青春放浪記 P238 ピーター・フランクル新装版新日本見聞録 P103 教育再生東京円卓会議第2回会議録ピーター・フランクル公式サイトピーター・フランクル僕が日本を選んだ理由世界青春放浪記に p 十四 ありがとうございます。